どうもこんにちはかいくんです、えー、今日はですねオートレイアウトというです、ね、フィグマの機能があるんですけどもそれのあるあるの困った話と解決法を話していこうかなと思いますえー、まあ具体的にはですねまあオートレイアウトってこういう余白をつけたりとかできるんですけどもなんかそれがこううまいこと動かないみたいなこう仕組みは分かってるつもりなんだけどなんかいじってみたら全くわからないっていう これもですねあの、僕がやってるボノというデザインのコースとコミュニティを提供しているサービスがあるんですけども、まあ、そこのメンバーさんから、まあ、結構何回か聞いたことのあるお悩みを今回動画にしてみました。もしね、まあオートレイアウトに困っていて、この動画を開けた方だったりとか、まあオートレイアウトね、今学び途中とか、まあちょっとこう復習という意味でも気になった方はぜひね、見ていってもらえればと思っております。 入ってますねどういうことなのかっていうものを紹介していこうかなと思うんですけどもいろいろねあのケースはあると思いますが、まあ、よく見るケースとしては例えばねこういうまあ、ちょっと今雑に枠線をね白で引いてますけどこの、えー、内側こことかこことかに余白をねこう追加してここのサイズをまあ、こう広げたいみたいなね 時とかまあ、オートボタンをつくときとかでそのとまあこの右のねこうパネルちょっと大きくしましょうかはいこの右のパネルちょっと僕のね言う新しいんですけど、まあ、大体皆さんの、えー、今までのフィグマとも多分そんなに変わらないと思うんですけどもこちらの余白をこうやって増やしていくとなんかねでかくなるはずだなと思ってでかくしてもですねこの枠がでかくならないみたいなねものみたいなそういうお悩み についてて今回はちょっと解決しいいいこうかなと思います、まあ、いろんなケースでこういう,うになんにオートレイアウトの設定してるんだけど動かないよっていう時あると思うんですけど、まあ、このねあたりを見てもらえると大体解決できるんじゃないかっていうこの2つのね視点を今回はシェアしていこうかなと思ってます。 はいで動画の全体像としましてはまずどういうふうな悩みがあるのかっていうね今、紹介したものですけどまあ、それをベースにしてよくある原因ですね、今回2つあるのでそれについてちょっと話していこうかなと思ってますはいこの2つやっていきます。余白の設定とオートレアとの幅の設定ですね、この2つをちょっと見直していこうというところでどういうふうに見直すのかっていうところをやっていこうかなと思っております。 えー、ちなみにあの詳しく知りたい方はですね。あの、私のね。youtube にですね。オートレイアウト完全解説っていうですね。動画があります。ちょっと古いですけど、2年前が出たらまあ。 あの新 UI に変わっても概念自体は全くもって変わってないのでこれ見てもらえると今から話すフィルとかフィックスドって話も詳しくしてますのでぜひねあのまだ見てない方は見てほしいし、えー、復習で見る方はこちら見た方が、ね、詳しく分かるかなと思いますちなみにあと、えー、オートレイアウトを使って UI を組んでいくっていう練習実践に近いものを使い方知りたい方はですね、えー、Figma 初級シリーズっていうコースが あございますこちらなんと無料でございます。はい、えー、YouTube 上にね、すべてあの公開をしておりますので、Figma 初級チュートリアル、カく君とかでなんか検索したらですね、このなんかベージュ色の、えー、サムネイル出てくるかなと思いますし、えー、概要欄の方にですね、あのこれ僕がやってるボノというですね、あの UIUX 関係のコースを提供している、えー、ところにも同じものをすべ、えー、て並べて、えー やってますので、はい、そちらを見てもらっても同じ内容チェックできるかなと思います。こちら無料ですので、あのもうフィグマの使い方なんてね、お金払ってでやってる場合じゃないんですよ、僕らは。はい、もうもっとね、ちゃんとしたデザインのことをやっていかないと、もうお金も時間もね、無駄だと僕は思ってるので、フィグマに関しては基本的には全部無料で公開しておりますので、はい、内容もね、不十分なくやってるつもりではあるので、まもしね、あのこれから学ぼうとしてるとか、ちょっと、えー、学んでなくてなんか適当にやってたなみたいな、ちゃんとやりたいなとか。 方はぜひぜひチェックしてみていただけるとありがたいなと思っていますはい、はい、それではねまず1つ目の原因の幅の設定が違う可能性があるというところからやっていきますまあこれ見直すことでねオートレイアウトの基礎の、えー、理解さらに深められるかなと思いますので初心者の方も、まあ、ちょっと考えながらね見ていってもらえるといいかなと思っておりますはいでまず何かというと、えー、この幅の設定ですね 今ですね、ちょっと僕の UI、英語ではあるんですけど、これ選択しているこの白い枠のオートレイアウトの設定、こういうパネルになっているんですね。はい、こんな感じになっているというものなんですよ。まあ、で、これと一緒のものがね、ここの右側にこう貼ってあるんですけども、今ですね、この 注目してほしいのが、えー、この w i スですね。これ横幅のこう余白がつかないみたいな話をしているので、W っていうのが横幅、w i スっていうんですけど、と、はい、いうものになってまして、これ今、Fixed っていう設定になってるんですね。ちょっと UI が、ね、新しくなってるので、えー、お手元の Figma の UI とはちょっとまだ違うかもしれませんけども、はい、これ Fixed というものになってるんですよ。で右側は Hug っていうものになってますよね。これハイトなんで、こう高さの話なんですよね。はい、上下。 今回横なんで、こっちなんですけど、こっちね、ハグとかになってなくて、これフィックスドってようになってますと。こいつは良くないんですよね。設定はね、こう3つ設定することがね、オートレイアウトの場合に限ってですけど、この3つ設定することができますが、ここはね、後でまた詳しくやるんですけど、これがね、今フィックスドになってるので、えっと、この内側のですね、余白をこういうふうにでかくしてもですね、あんま動かないっていう。 ことになっておりますこんな感じで余白増やしても、はい、ここの余白が、ね、今増えたんだけど、ここか、はい、ここですね。はい、動かないっていうふうになってますと、はい。これ幅が今180ピクセルっていうので、ここに固定になってるんですよね。固定なんで動かないんですよね。もういくら増やしても動かない。うん、っていうふうになってるので、余白に伴ってサイズを可変させたい場合は、フィックスとじゃダメなんですよね。えー、この場合は、まあ、ハグかな、ハグにしてもらえると、 いいかなと思います。っていうとで、あのね、解説してるんだけど、このフィックスドとハグとフィルのね、あの話をすると、まあ、固定、フィックスドっていうのはもう、この幅から動かさないっていう設定になります。これも基本的にデザインツールっていうのは、まあ、フィックス度になってるかなと思います。オートレート使わない場合は基本的にまあ、 固定にななっていいるかなと思いますね、はい、で次ですねね次でこの辺からねあの、新概念なんですけどあの、いろんな人にとっては。えー、まず、ハグとフィルっていうのがありますね。これね、ややこしいんですけど、まずハグ、まずね、もう片方覚えましょう。片方覚えたら、あのもう片方は消去法であ,あれかってなるんで、うん、まずはハグからね、覚えてもらうといいんですけど、えー、これ何かっていうと、さっきの設定でやった設定なんですけど、フレームの中に入っているコンテンツのサイズで、 可変すするっていう設定なんですねじゃあこのハグっていうのはこの,このハグですね覚え方としては、はい、このねハグお兄さんを思い出してもらえるとハグの意味はあのあこれなんだなみたいなその要はもうこの箱の中に入っているサイズでが大きさになるんだなって思ってもらえるかなと思いますおそらくえこちらにあの公式の Figma の,のグッズストアがあるんですけどそこの T シャツのモデルさんですねハグ T シャツっていうのがあるんですけど 要するにですね、今これね、白いやつ、ハグの設定にしております。これ、ハグってなってるよね。だから、このタイトルって4文字だけど、これがじゃあ、なんか長くなると、はい、このように、コンテンツの中に入ってる、この白枠の中に入ってるコンテンツが、可変したら、その分のサイズにこう抱いてるんで、でかくなったらこうここ、こうなっていくるじゃないですか。なのでそ、そんな感じで、でかくなっていくと。 はい、だし、えー、この中の余白も、あのー、このね、囲ってる中に入ってるので、これもでかくなったら、でかくなっていくというのが、ハグっていう設定になります。まあ、要するに、この、えー、フレームで囲ったオートレイアウトの枠の中に入っているもののサイズでが、この横幅のサイズになりますよっていう設定です。はいまあ、ウェブとかはね、基本的にはこの設定になっているかなと思います、あのコーディングとかするときね。 っていうやつですね、はい、これはあの英語にすると満たすって意味なんですね。この中のやつはフィルにしますね。さっきハグだったやつ。これフィルにしますと。そうするとこんな感じになるんですよ。これ箱自体は、ね、このサイズですよ。これ中にあのやるやつもフィルにすると、まあ、こんな感じでなりますと、はい。どういうことかっていうと、箱の中に、まあ、これ箱が実は入ってるんですね。はい、赤い箱の中に、えー、設定、いじってた白い箱が あるわけなんですよでこの赤い箱、実は内側に60ピクセルの、えー、パディングが入ってます、まあ、余白が入ってますと、1回0にしましょうか。0、はい、にすると、はい、こんな感じで、中のフィルに設定した白い箱、今伸びましたよね。もう1回見ましょうか。この状態だと、赤い箱の中の枠っていうのはこのサイズなんですね。なぜかというと、この赤い枠がこれで、えー、この外側、 あじゃあ、内側の横に60、60のね、幅があるので、えー、要は、この赤い箱のコップの容量っていうのは、ここなんですよ。このサイズなんですね。で、えー、この白いやつ、今、フィルにや設定してるんで、この、えー、フィルに設定した箱の外側の箱の大きさに満たすっていう、もう満杯にするよっていう設定なんですよ。 なので、この赤い箱 B って伸ばすと、白い箱も B って伸びるし、赤いやつをこう縮めると、白いやつも B ってこう縮まるわけなんですね。はい、っていうのが、あのフィルですね。っていうような、あこの3つのね、設定があの、オートレートをやると出てきます、はい。基本は固定だけなんだけど、オートレートすると、このハグっていうのが増えて、えー、さらにそのオートレアトを囲っている枠があると、フィルっていう設定が出てくると。 はい、そういうふうな形になってますので、えー、まず、えーね、ちょっと話戻りますけど余白つかねえなオートレイアウトんでやと思ったらこのね幅の設定をね見直していただけるといいかなと思います。 はい、で続きましてですね、えー、ここが、じゃあ、例えばさっきの、ね、ように、ね、ハグになってるんだけど、なんかね、余白をね、こう設定しても、2拍とかにしてんだけど、動かないみたいな。コく君、あんた、ね、さっきハグにしたら、なんかそのあれで動くって言ったよねみたいな。余白のサイズでみたいな。言いましたよねお気づきでしょうか。これね、余白を設定してる場所が違うんですよ。あのさっきは僕、ここをいじってたんですよね。青、はい大きくなったね、はいで。ここね、違う枠なんですよ。 この400とか300とかにしてるやつっていう風にあのねオートレイアウト余白を設定する枠がまあ細かくやると3つありますはいここのね今僕が設定して何もいじっても変化なかったところと横幅内側の横の左右のマージンアーチュ型パディングと上下のサイズですねこっちいじってもこんな感じでハグにしてれば動くという感じですねはいただここにしても動かないですよ ね、これ勘違い、まあ、ていか慣れてない方は、ねまあ、よくあると思います。ね、ここをいじってなんか余白設定してるんだけど、動かないんだけどみたいな、ね、時はここを見直してもらえるといいかなと思います。でじゃあ,あの、ここ何なのかっていうと,、ね、ちょっと説明していきますね。はい、これもまあオートレートの解説で詳しくはやってるはずなんですけど、多分,多分やってたはず、えーとですね。こいつはギャップって言うんです、ねまあ、ちょっと専門用語、ウェブ用語なんですけども こちらね何なのかっていうと例えばこれ2つないと意味ないんですよあの箱の中にね、はい、この白いハグにした箱の中に今2つこの,あこのタイトルと、えー、こっちのタイトルって2つがね今ありますとこの間の余白はいここがギャップになります今ね370なんですけどこれをじゃあ短くしていくとほらこんな感じで近づいていくわけなんですよね でホバーすると、こういうふうに赤い枠で今出てると思います。あ消えちゃったけど。はい、ここに出てましたよね、さっきね。はい、これ。これがギャップのサイズなんですよ。はい。ここね、ここ。ここです。はい。なので、さっきの箱の内側につける余白とは、別の余白の設定なんですね。うん。なので、1個の時にギャップいじってもあの、意味ないんですよね。動かないんですよ。あの、他にないと。こんな感じでね。 っていうのはギャップになりますはいなのでなんか余白設定してんだけど動かねえなっていう時はあのこの余白の設定もね見返していただけるといいかなと思いますはいいかがだったでしょうかまあ、オートレートの、ねえー、設定についてね大きな説明をしてみ、えー、ましたはいまあ、困ってる方いたらねまあ、冷静になってねあのー、この2つ、えー、見返してもらえるといいかなと思いますはい振り返りましょうまず1つ、えー、ねいじってもらいたいのは 幅の設定ですね。はい。フィックスになってると絶対動かないので、余白やってもね。はい。この辺見直してもらえるといいかなと思います。これちなみに、あの、もちろんですけど、横幅でやりましたが、縦幅も同様です。はい。 でえー、2つ目が余白の、ね、位置の設定ですね。まあ、この辺慣れるまで、ね、どのパネルが何をやるのかっていうのは、ね、分かりづらいと思うので、はいまあ、ギャップっていう、ね、そのど同士の余白の間の余白っていうのがあるんだよとかそういうのを、ね、あのちゃんと認識してもらえると、えー、今後やりやすくなるかもなというところがあります。というわけで、えー、今回オートレイアウトの余白が動きませんどうしましょうっていうところのよくあるあるの2つを紹介してみました。 はい、こんな感じで僕のチャンネルではですね、デジタル業界の デザインについていろいろ発信をしていますし、こういうふうにフィグマのあ解説とかもしておりますので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、今回の動画でためになったなって方は、えー、グッドボタンで応援してもらえるとありがたいなと思ってます。よければチャンネル登録もお願いします。はい。こういうね、初心者ならではの悩みとかを、今僕があの別でね、この YouTube チャンネルとはやってるボノというところで、えー、募集をしたりとか、悩みとか質問を受けたものを今後ね、コンテンツ化していこうかなと思っておりますので、 はい、こちらですね、ボ、え、ノ、ー、というねサービスやってますので、えー、ぜひ、ね、気になる方とか、えー、UI、UX デザインねもっとねあのスキルアップしたいなって方とかは、あこちらね概要欄に URL 貼っておりますので、まあ、どういうコンテンツがねあるのかなというところとか見ていただけると、えー、嬉しいなと思ってます。結構ね、えー、未経験から、えー、UI、UX デザイナーに転職する あのメンバーをね、排出しておりますので、えー、結構いいんじゃないかなと個人的に思ってますので、ぜひね、検討をねあの、学びたい方はよろしくお願いしますというわけで、じゃあ、今日はね、こんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いしましょう。動画見てくださってありがとうございました。バイバーイ。 動画を見ててくださってありがとうございました僕がやっているボノというですね UI と UX デザインのコミュニティというものがありますそこではメンバー限定のコンテンツとコミュニティの質問とかフィードバックっていうのをやっています おりますコンテンツでは僕がビジュアルを作る前からどうやったらユーザーさんに届けるのかっていうところからねデザインをするっていうフローを全て公開する実践的なコンテンツをやっていたりとか自分でお題を解いてそれをチャレンジできるような身につけた知識を実践アウトプットできるようなコンテンツを用意してます。 いますでコミュニティの方では質問にキャリアだったりとか、えー、自分の作ったもののフィードバックだったりとか本当に何でもお答えするっていうものをやっております概要欄からボノについては、えー、チェックできますので UI デザインとか UX デザインに興味のある方は是非ねチェックしてみてください